はい、こんにちは。福沢です。ですね、4月16日火曜日ですね。時刻は19時21分を回ったところです。ですね、何をどうするのかと。ですね、どう。あれがどっか行っちゃったですね。はい、ですね。このサイトはですね、なんかを販売してるサイトとかではないです。はい。あと何言っとくかな。ですね。お。これをもう消しとかないといけない。なんかね、いろんなものが。あ、これですね。あ、ゆきさん、初見ですか？はい、よろしくお願いします。はい。あ、ドラさんがライブ配信を始めた。ですね。はい。まあ、今日はね、ですね、若干ね、京さんに尻埋まったんですけども、ちょっと大変なことになってましたね。お札を貼って社に閉じ込めなきゃいけないとか言ったらダメですよね。初見です。あ、こんばんは。すみません、こんばんは。はい。でですね、昨日の、夜ですね、一歩三手法を試しましたけれども、あれ、手法的には、まあ、結果を言うと、まあ、ダメでしたということなので、やっぱりね、ここは福沢改良版革手法ということでですね、やっていこうと思っているわけでございます。あ、春さん、こんばんは。だいぶマイルドに表現してやっただろうがと。だからもうね、名前出さなくていいから。あそこでね 困ってんだから。そう。まあ僕の化身のね、ハエ君も飛んでってましたよ。ね。いいんですって、それはね。もうちょっと正直に結局吸われたんですかね。僕の化身はね。まあいいんですよ、それは。ていうか、なんかよと。もう誰が押してるかも明らかじゃないですか、こんなの。ね。この3人なんでしょ？ほら。まあまあ、それはいいんですよ。ね、見てください。今日の損益。だから昨日の一歩三手法で、昨日本当はプラス133円だったですよね。で、一歩三手法で、損切りしたのでですね、まあマイナス98円ということになったんですが、昨日はですね。今日はただしですよね。今日は、僕の編み出したですね、手法。これでですね、174円と、ね、爆益中ですね。だからね、あんまり僕、あれですよ、勝率的には悪くないんですよ。ね。ドカンがでかいだけであってですね、勝率は悪くないと。そういう感じですね。で、ですね。まあ、僕も、共産と同じ感じで、下目線ではあったんですね。で、この174円っていうのは、まあ、どのタイミングで、ポジションを取ったかっていうとですね。まあ、共産のライブでですね。誰かがですね、まあ、下がる材料が出尽くしたんじゃないの？みたいな。発言があってですね、あえて、そこから S に入ったわけですよね。そこで取れましたよ。で、下で取って今上がってきてるところは、まあ逃げてると。まあそういう、形ですね。ただ、ここはちょっとね、慎重にやっていきたいと思ってるんですよね。あ、そうだ。俺はスインガーだからな、わらわらと。なんか、
200万以上の含み益が出てるようなこと書いてましたね。儲かってますね。頭木さん、こんばんは。まあ、いいんですよ、それはね。いいんです、いいんです。ちょっとね、ドラさんが気になるんですよね。ドラさんのちょっと、これ見ますよ。ね。音出てるんですかね、これ。ちゃんとミュートになってますかね。ちょっとよろしくないですね。はい。じゃあ、OK でーす。はいはいはい。やめときましょう。はい。じゃあ、ジェイさんこんばんは。皆さんこんばんは。ですね。はい。で、今日は僕は何をしてたかと、ね、言うとですね。違うわ。それ違うわ。BMW って。僕ちょっとね、目を離してた間に、発言が、あれはご自身で、あれしたんですか？京さんが消したんですか？なんか、ドラさんの不満をいっぱい書いてたような気がしましたけれども。ねえ。だからね、まあ真剣にね、いろいろアドバイスしてて、全然、その通りにしないと。ね。それで、不満に思ってたというようなことじゃないですか。怒りの番したんですね。ついに発番ですね、翔さん。そうね。あんまりね、ああなっちゃうとね、京さんのところでは、ちょっと難しいですよね。だからうちでも難しいですよ、でも。もちろんね。もちろん、さっちゃんこんばんは。ね。うちでも難しいですよ。やっぱりね、ああいう書き込みを、もし、まあね、放置してしまって、ドラさんとかのね、目に触れるとね、やっぱり、京さんはね、ドラさん好きですしね。まあまあ、まあ僕も、ファンではありますからね。あんまりね、一つの悪口的なことをね、悪口ではないのかもしれないですけどね、書き続けられると、ちょっと、チャンネルのね、色がおかしくなっちゃうってのはありますからね。暴れたいやつをここに来いと誘導しといたって、見ましたよ。ね、見ましたけどね。ダメでしょって。ね。それはね、やっぱりね、その放送主の、そういうのを書くのはまあいいですよ。ね。で、まあ、オブラートに包めばね、あそこの放送どうなんでしょうかね、ぐらいだったらいいんですよ。あまり直接的にね、やると、ちょっとそれはね、問題あるかなとは思いますよね。参加者の投下に協力してるだろうかと。まあね、数で言えばそうでしょうけどね。だからそういう人たちが集まってきちゃうじゃないですか。ね。だからもう、僕もあれですよ。BGM は、なんかフュージョン的なやつを書きますよ。ね。ユーロフラン随分上がったなと。ユーロフラン上がったんですか？ユーロフラン。スイスフラン。あれ、僕は持ってたやつですよね。ちょっと待ってください。どうなんですかね。ちょい。おお。これ15分足ですね。結局、うわ、すんげえ。あれ持ってたらもう完全に息の根止まってましたね。ちょっと面白い。ただでさえ最近伸び悩んでるのによと。まあまあ、こんなもんじゃないですか。でね、気づいたんですよ。YouTube の中にはですね、ずっとジャズっぽい、そういう音楽をかけてですよね。その音楽チャンネルですね。音楽だけかかってるチャンネルの音楽を BGM 代わりに聴いている人たちがたくさんいるんですよ。ね。で、そこのチャンネルはね、主は一言も喋らないですよ。音楽だけかかってるんです。
ね、まあ音楽チャンネルなんで。そしたら、その、ね、視聴者数、リアルタイムの視聴者数が何千人もいるんですよね。じゃあもうそっちの方がいいんじゃないかと。だから、そのジャズ的な音楽を流し、チャートを移しですよね。で、一言も喋らないと。そういう方が実はいいのかもしれないとね、ちょっと思い始めてましたね。あ、よっちゃんの新しい動画見ましたよ、見ました、見ました。うん。お兄ちゃん、こんばんは、元気してます。おいちゃんか。あ、元気してますよ。はい。ロング持ってたら爆撃。ほんとそうですよね。よっちゃんの部屋ですよね。うん、見ました、見ました。で、4つ反響があって、2つは、用語。2つは購入者的な人みたいだったですね、うん。ただね、やっぱり、まあ、彼も、まあ、専門家ではないですから、うん、ね、その、損害、返金請求とかするには、相手の特定を自分でしなきゃいけないみたいなことを書いてありましたけどね。うん、そうですね。あ、フォルダさん。はい。こんばんは。はい。やっちゃんさんって本家の解明動画出した人でしたっけ？あ、そうです、そうです。はい。解明動画。あ、そうですね。うん。まあだからあの人は、ね、まあ動画の中でも今日も言ってましたけれどもね、その特商法にね、違反してるから表記した方がいいんじゃないですかっていう立場ですよっていうことを言ってましたよね。うん、ただそういう立場で返金要求ってなるとそうなるんでしょうね。うん、だから、相手を特定する方法ってのはこうなってくるとどういう方法があるのかってことなんですけど、これはね、あ、ここ見てる場合じゃないな。僕ね、今日は、ドル円を見てますよ、ドル円。はい。で、だ結局、その、USB は何で配送されたってことでしょうね。言っちゃったために福沢を黒幕つけてくれねえかなと。まあ、そしたら、まあ、人は来るでしょうけどね。勘違いした人がいっぱい来るじゃないですか。ね。だから、もし買った人がいたならですよ。まあね、方法はね、なくはないんですよね、これね。なくはないんだけど、どう？あ、ただその宅急便かなんかで届いているのであれば、ね、送り先の住所がどうなってるのかというところはありますよね。万が一海外に会社があれば、まあ、会社が海外にあったとしてもですよ。ね。その、ものは送られてくるわけですから、多分、ね、メールを、よっちゃんさんの動画の中で紹介されてた方も、一回も使ってませんっていうことは、ものは持ってると思うんですよね。で、それは、郵便なり、宅配便なり、何らかの手段で、その、購入者の方のところに送られてきているわけですから、その送り先、住所は果たしてどうなのかと。ね。いうところは、調べる必要はあるのかなと思いますけどね。はい、ゆきさん。叩くなら泳がしといて調査会社にでも頼むべきだったなと。調査会社に頼むと、これまた何十万かかりますからね。だからそこなんですよね。やられちゃっ
やられちゃったっていうかね、購入した人ね、購入した人はですよ、ね、そんなにまた新たなお金を出せるのかというところはありますからね、やっぱりね。うん。クローバー済みの人はレターパックって言ってました。同じではないですね。ああ。クローバー積みの人はレターパック。クローバー積みってのがあるんですか。うん。あ。レターパックね。はいはい。送り元の住所なんて好きなところにできますよと。あ、ここがね、ここが問題なんですよ、ホルダーさん。え？だから、その、詐欺するつもりがなければ、ね。ちゃんと自分の住所で送るじゃないですか。もし、そのね、詐欺であるのかどうなのかっていうのを、その、立証、立件するにはですね、騙すつもりがあったかなかったかっていうところが大きい問題になってくると思うんですよね。お、今日の夜放送するんだ。ね。となればですよ、ね。実際の住所じゃないところをそこに記載していたとするならば、それは、どういう、なんていうんですか、合理的な説明ができるのかというところがまた問題になってくるのかなと。ね。全くデタラメを書いていたのであれば、これは、なぜそうデタラメを書いたんですかっていうところはやっぱり突っ込まれるかなとは思うんですよね。わかんないですよ。知らんけど。ってやつですね。その人本家一緒に放送しなかった日、何かあったのか思い、何かあったのか思いましたけどね。と、あ、こんばんは。あ、家川さん、こんばんは。はい。バーチャルオフィスとか。うん。バーチャルオフィスの可能性もありますよね。うん、まあ多分バーチャルオフィスですよ。ね。それはその通りだと思いますよ。うん、今日の20時何をかあってこしようぜと。どうなんですかね。まあ、まあ多分触れないんじゃないですかね。触れるんですかね。問題がなければ、やましいところがなければ、ちゃんと弁明もするでしょうけど、どうなんですかね。わからないですね。うん。どうするんだろうか。ちょっと難しいですね。まあ、放送するなら、みんなが納得するような放送があるのか、そういう説明があるのか。まあ、それか、今まで通りの、まあ、ああいうのは嘘なんで、足元救われますよ、的な話ですかね。うん。本家はまだドナドナされてないようですと。うん。お。下がってきましたね。福沢が切り込むと。いやいや、福沢切り込まないですよ、そんなの。切り込まないです。ただこうね、そういう、事件性があるならばの解説ですよね。うん、全ては福沢が悪いんです。あいつに強制的にやらされてましたって言うよなと。絶対に。そんなわけないだろ。そんなわけないだろ。ね。そしたらうちにめっちゃこう人来ますかね。そういう問題ではない。本家繰り返し同じことしか言ってないしなと。そうそうそう。ドル円？ドル円？窓二つも開いてるってことは、上じゃね？これ上なんですか？上なんですかね？ちょっと待ってください。あ、これ冷やしですから。いや、これね、いや、まあ、うん、まあ僕のこうね、解説してもしょうがないと思うんですけど、ここに、ね、ここ山ほど、なんていうんですか？山ほど何とか君いるじゃないですか。だからここはやっぱりね、天井だと僕は思うんですよね。知らんけど。俺も福沢に詐欺の禁止にならないかって言われた口ですと。福沢は許すまじ。なんで詐欺の禁止なんですか。なんか事務所借りたりとかね、そういうことするためのね。そんなわけないじゃん。
上だろと。上なんですかね。まだ上ですか。どこまで上がります？そうやってみんなが上上、上だ上だって言い始めた頃が下がる頃なんじゃないですか。わかんないですけどね。損失出していい方に誘導しようとする。112円まで行き、ん ?112 円 ?112 円が、まあ112円ぐらいまでは行くんじゃないですか？行った、まあ行くかもしれないけれども。でもまあ、ここからは下がってくるんでしょう。違うんですかね。USJPY 分析できるんですかと。いや、僕はね、いつもね、まあみんなには黙ってますけどね。分析はしてるんですよ、一応。ね。分析してますよ。当たり前じゃないですか。だからね、こんな感じだよ。ね。だから川がめっちゃ上向いてるんですよ。ね。これ1時間足ですね。川の角度がもうほぼほぼ、45度をこうね、超えてきてるんですよね。ここはね。まあこんな、まあ、こんなのは、まあぶっちゃけこうやれば、こうやればまだまだ緩やかって言えるんですけどね。何の価値もない。何の価値もない解説ですけどね。まあ知ってますけどね。ただね、もう、そろそろ、これは下がるんでしょうと。ね。ノートルダム大聖堂の火事、こいつのせいやと。なんか燃えてたみたいですね。なんか、ちょっとチラッと見ましたけど。あれ、どうせあれでしょ？なんか、電気的なやつでしょ？違うんですか？修復か、なんかの、作業員かなんかミスったんじゃないですか？電気的なやつ。違うんですかね？わかんないですけど。あ、なんか、福澤さんが解説してて、こんばんは。こんばんは。ね。まあ、大体、ああいうところ、ね、古い、建物、火事になるって言ったら、まあ大体分類的には3つですよね。まあ僕が、もう300年ぐらい生きてますからね。それの経験上というかね、まあ大体3つですよ、ああいうのはね。だから、漏電効果、あとは、その作業中のミスですよね。修復のミス。この辺ですよね。だからあんなに長く続いてたところの、ね、まあ中にろうそくとかあるんでしょうけど、そういうもんで火事になるとはちょっと考えづらいですよね。だからその辺だと思うんですよね。日本のお寺とかもろうそくとかね、いろいろ火の気はあるんですけど、そういうのではあんまり火事にならないですもんね。だからその辺の、管理はさすがにちゃんとしてるだろうと。だからろうそくが倒れて火事とかは多分ないと思うんですよね。福沢さんの方が。大聖堂炎上しても福沢は炎上せずと。ね。炎上しないですよね。まあこうね、うちはね、こう大人の雰囲気で。大人の雰囲気でのんびりとね、この相場を楽しむというね、そういうチャンネルなんで、そういうチャンネルですからね。で、福沢さんの方か。僕はフランスまでね、行けたらいいですけどね、行けないですからね。フランス人に対する攻撃やな、そうだろうと。いやいや。だから、フランス行けないんですよ。古い福沢さんも火事になると。さすが、科捜研の男、福沢。いや、多分ね、その辺ですよ。だから、まあ、あれでしょ？どうせ、まあ、そういうことですよ。多分ね。だから、放火はないでしょ、さすがに。あるんですか？
だから漏電か、その、ね、作業員がなんかやらかしたんですよ、多分。品質大制度に火をつけてくれて、火をつけませんよ。沈下したドルかな、やらないん、ドルかな、やらないんですかと。ね、だからこれはね、だ今日ね、一回ドル円で、このね、右下を見てもらうと、ここですね。174円を取ったんですよね。で、昨日の一歩三手法は、損切りしました。だから、本当は、あれですよ。昨日も今日も勝ってますから、昨日は133円勝ちましたからね、今日も174円勝ってるんで、もう2日でね、300円というね、莫大な利益をね、得てるはずだったんですけどね。まあまあ、それは仕方がないかなと。ということで、今週の損益は76円ということになってますね。はい。そういう感じですね。あ、見切れてます？え、見切れてないでしょ？見切れてるんですか？ちょっと、じゃあちょっと引っ張り出しますか、ね、これくらいで大丈夫ですか？それで見切れ。ああ、そうですよ。だからね、ちゃんと、利益は積み重ねてるんですよね。うん、まあね、まあみんなはね、庶民はちょっとね、びっくりするぐらいのロットをね、貼ってますからね。そう、しらす弁当代にもならないと、もっと食事代を削らないと、チキンラーメン買えないぞと。176円あったらチキンラーメンは買えるんですよね、はい、大丈夫ですよ。袋麺はだいたい100円ぐらいですからね、コンビニでも ね、 ね、皆さん覚えておいた方がいいですよ。はい、ああ。え、それメガネボトックスさんってのは、あの方ですかね。ヘルメットの方ですかね。10日以上音信不通、海外投稿したかなと。そうなんですかね。昨日の損益98円、今日の損益107円。つまり76円ですよね。76円も、こう、莫大な利益ですよね。これ上げてますよ。ね、で、ここは、じゃあね、まあ、どういう狙い目でいくかと。だからちょっとね、このカワーツールは使ってますけれども、やり方をね、変えてますからね。その1ピピごとに難品するっていうのはやめてます。ね。もっとこの効果的な方法をね、考えていってるというところではあるんですね。で、あとですね、まあ、1時間足的には、こういう、ね。これあれですよ。ね。アキさんがよくやるような、このね、平行四辺形のね、このライン引きですよね。はい。だこういう流れできてると。だこの1時間足も、まあ、このあたり、まあ、この辺でどっか、また下がってくるところがあるだろうと。だからそこを狙いですよね。で、まあ、それがどうなのかっていうと、この5分足でいうところの、今ここから上がってきてると。こう上がって、まあ多分このあたりで、下向き矢印出るでしょうと。そうなれば、S でエントリーしていくと。いうところを狙ってます。はい。あ、76円じゃチキンラーメン買えない。76円じゃ買えないですね。はい。だからね、チキンラーメン7割6分ぐらいですね。はい。電気代にもならないと。ならないですね、これじゃね。20時までに10分3人残るかなと。え、どういうことなんですか？どういうことなんですか？意味がわからないですよ。みんなの低評価が足りないから、普段は面白くないんじゃないかと。みんなって、どんどん頼むぜと。違うでしょ。みんな、高評価ですよ。高評価を押さないと、まあ、どっちでもいいですけどね。
チャンネル登録だけしていただければね、うん、福沢さんが高等なことをしていると大丈夫かなと、うん、10p20p で、どういうことですか、ポジションをってことですかね、パンの耳でも食べてろと。そうですね、パンの耳なんかはね、お得ですよね。うちの犬にあげるからとか言ってもらってくればいいわけですからね。さてさてですよね。まあ結局、じゃあここまで上がるんだったら今、ロングでね、この辺りラインまで、ね、こう上がっていくっていう読みだったら、ここでロングで入っとけばちょっと取れんじゃねえのというね、そういう考え方も、まあ、あるにはある。あるにはあるんですけど、結局ね、この、普通ですよ。スプレッドが 1.6 なので、ここからここまでが5なんですね。ここで、入ったとしても、多分、こんくらいですか。スプレッドを開いて、ここまで上がらないと利益にならないということなので、まあ、目線的には、僕は下目線ですよね。こういうやつです。で、ここね。この、で、あと、ここがまた、ね、こういう、四角で来てるじゃないですか。でこれがどんどん、なんていうんですか。まあ一旦上がるかもしれないですけど、こういう感じでね、どんどん下がっていくんじゃないかと。まあそういう見立てですよね。ね、ね、ちょっと違うでしょ。今までだったらこの矢印に丸をつけるだけの解説だったんですけど、ここにこう、あ、視聴性があって。これだけの解説だったんですけどね。やっぱりね、福沢も進歩してますよ。ピップス。ああ、ピップスね。ああ。いや、10p、20p で、20pp でってことさ、ピップスでね。はい。あ、こんばんは、ゴンザレスさん。それ、何ピップス？ん？これ？これがね、ここのは5ピップスごとに、5ピピごとにラインがこの点々入ってるんですね。ちょっと見づらいかもしれないですけどね。ああ、ロングだと思うけどきっかけ待ちではと、玉木さん。そうですね、ロングな人たち、ね、普通に考えればロングなんじゃないかという意見が多くなってくると、ショートなんじゃないですかね。わかんないですけど。だからみんなが割とロングなんじゃないのと思ってるのは分かってるんですよ。分かってはいるんですけど、そこの逆に来るじゃないですか、大体相場って。みんながそう思い始めると、ね、よくドラさんも言ってますけど、みんながそう思い始めると逆に来ると。そうじゃないのかなと思うんですよね。順調ですかと。まあ今日もね、174万円。じゃないですね。174円のね、価値を獲得してますからね。まあ順調ですよ。できる風の雰囲気を出して何もできない男、福沢はと。いやいや、これからですからね。相場の分析はゆきさんに任せて、他の話を頼む、福沢さんと。いやいや、他の話。じゃあ、何の話しましょうか。最初の話に戻りますか。川が河口を描いているのであまりエントリーは良くない感じがしますけどと。そうですね。だから5分足的にはね、川がね、こう下向いてますよね。で、1時間足ね、1時間足、ここを15分足にします。15分足的にはもうほぼほぼ水平ですね。水平だけれども、ね、まあ、やっぱり、こう、なんか、
右肩下がりのレンジ風に見えると。僕にはですね。まあまあ、この辺がどうなることやら、っていう感じですかね。てめえの配信で解説なんて誰得なんだよと。いやいやいや。いやこういうのもたまにね、やらないと FX チャンネルっぽくないじゃないですか。じゃああれですよ、もう僕は、昨日今日ってずっと見てた、動画の話しましょうかそれでいいんですか。なんかね、ディズニーランドでね、ゴミ拾うパフォーマーの人いるじゃないですか。ね。あれの動画をずっと見てたんですけどね。あれなかなかね、面白いなと思って。で、まあ、結局何が面白いのかっていうと、面白さを増してるのはね、音楽っていうんですか、その効果音ですよね、こういう。動きに合わせてシュッシュッとかね、そういう効果音をね、いろいろ使うと。で、効果音は使うんだけど、その音はどうやって鳴らしてるんだと。それがみんなこう、不思議に思うんですよね。で、どうやら、そのボディサウンドスーツと、いうものを使っていると。で、これはですね、守秘義務が発生するような、そういう商品でですね、だから動きに合わせてシュッシュッとか、シャリリンとかね、なんかそういう音がするやつなんですけど、その、自然な動きにその効果音がつくと。ただこれはどうやってるんだと、疑問に思って調べると、その、ね、その、本人がやってるんじゃなくて、周りで音を出してるスイッチャーみたいな人がいるんじゃないかとか、まあいろんな考え方あるんですけど、そうですね。で、まあ調べたら、まあ本人がやってると。で、ボディサウンドスーツっていうのを使ってると。で、これに関してはなんか守秘義務がなんかあるみたいな感じの商品で、まあ30万か40万ぐらいするんですよね。その、じゃあそれを、はどうやって操作してるのかというのをね、いろいろ見ながら勉強してましたけどね。お、来ましたよ、来ましたよ。来ましたよ。本家さんがライブを始めましたよ。ちょっと見てみましょうか。みんなで見ようよんって感じですね。どうなってますか？はい。玉木さん、阿蘇山噴火したから今夜ドル円噴火するかもと。これまだ上に上がるってことですかね、ドル円が。わかんないですけど。いい加減夢から覚めるよと。どっかで聞いた話だな。そう、見るんかいと。いやいやいや。だ普通にやるんじゃないですか。わかんないですけど。ちょっと待ってください。これにこれをつけてと。ちょっと待ってくださいね。まあそういうね、自由な放送なんで、ね、申し訳ないですけど。ね、音が出ない。あ、出ない。あ、そうだ。コピ取りすればいいんだね。本当だ。玉木さん、天才。玉木さん、天才ですよ。
初心に戻りましょう。目にも成長してみねえじゃないかと。やっぱりね、初心に戻ることは大切なんじゃないですか。やっぱりね、そういうことですよ。見てますよ。バチバチに。なんかね、普通の話ですね。福沢さんはゴビトレしか利益出せませんから、そんなことないじゃないですか。僕のあの、昨日の利益はゴビトレじゃない、あ、ゴビトレだったかな、わかんないですね。ってことは、今はしたかなと。まあね、ちょっと、本家さんがあれ、撮ったら教えてください。そうそう。だから何でしたっけ、何の話でしたっけ、あ、そうそうそう。そのディズニーランドの掃除のパフォーマーの人の音ですよ。ね。もう興味ないですかね、皆さんね、それで。で、それの音の、何ですか、アプリがあるんですよ。こういう、こういう音ですよね。はい。皆さん聞こえますか？まあね、ちょっと聞こえたか聞こえないかわからないんですけど、まあそういうのをね、ずっと見てたと。面白いなぁと、思いながら見てた、そんな、一日だったですね。アホの配信で面白いワード探してるから交換をやめろと。初めから300超えやと。どういうことですか。ああ、本家さん配信なんですかね。じゃないですか。ちょっと待ってください。ああ、そういうことですね。まあ、うちの10倍の10倍以上ですね。大人気ですね。でドラさんもやってるんでしょ。ドラさんはどんくらいですか。よっこいしょ。ドラさん860人ですよ。そう。はい。まあ、ね、大手さんは大手さんでね、頑張ってますからね。ここはね、もう、こう、零細、零細配信者としてね、のんびりやっていきたいと思いますけど。のんびり解説していきますよ。ここのね、ボリンジャーがこうギュッと閉まったじゃないですか。こう閉まった後はどっちかにニョーンっていくことは多いんですよね。
そう言われてたり言われてなかったです、ね、そういうことみたいですよ。それが、どっちに行くのかと。まあ、僕の中ではですよね、一回上に行って、まあ、さっき言ったシナリオですよね。5分足で川抜けたあたりで、反発すると。で、ここの、まあ、10ピピ近くを取れたらいいかなという感じですね。2秒、2分1秒って、それを万というと。いや普通にやってるんですね、うん。普通ですね。ただ問い合わせにあったことについて、お答えしますって言ってるんで。まあだから普通、今までと同じトーンで返す感じですかね。で、返金、返品とかはもうそんなのは投資じゃないみたいな話をするんですかね。タイタン201でもいいぞと。タイタン201ってどういう意味なんですか？僕もわからないですけど。NHK をぶっ壊す。インフィニティをぶっ壊す。で、ゆきさんが書きましたけどね。NHK の方は、立花隆、元 NHK 職員ですよね。うん、あの人もちょっとね、会ったことありますけどね。その、立花隆さんね。ねえ。あの人もちょっとね、面白いですよね。悪が強いですよね。だから NHK のこと、問題に関しては、もうね、法律面、法廷での戦い方に関しては、もうプロフェッショナルですよね、あの人はね。政治家と福沢はろくなやついないって昔から言うもんなと。そんなことじゃないですか。ね。福沢はっていう、その福沢家の人たちはどうするんですか。あ、ここで上が矢印出るんですよね。じゃあ上かもしれないですね、やっぱりね。やっぱりしばらく上、経営ですかね。ここで今はもう、また丸に、丸をね、囲うっていうね、解説。で、川はこっちね、一分足で上向いてるんですよね。ここが、ボリンジャー的には絞られたと。ここから、上に行くのかな、というとこですかね。あ、下がった。下がるんかい。下に行く。この、もうどんどんボリンジャーにタッチしたまま下がっていくっていう、そのパターンですかね。はい。本来は、オジロクのような意味嫌われる存在だろうと。だから、そういうことをね、書いたらダメですよ。知ってますか？そういうことですよ。ね。このボリンジャーの、に当たったまま、ジュルンジュルン下がるパチンに入ってきたじゃないですか。ね。でこうなると、これが、何分間か、ね。続くパチン、が結構あるんですよ、うん、
もう5分足もボリンジャーにこう沿ってどんどん下がってる。ね。1分足も下がってる。で、マルちゃん出てると。ね。であれば、ここは、ちょっと長期間ずり下がるかもですね。ひょっとしたらここをリライトしてくるかもしれないですね、こっちに。ただここに視聴性が出ましたと。視聴性が出たということは、次の足で上向くかなと。とも言えると。で、まあ、それを踏まえれば、次の足で、赤い、ね、陽線に変わるかなというふうには、僕的には思いますけどね。ああ、ここにまたでも、ここに、まるこちゃん出ましたね。まるこちゃんが強いのか、視聴性が強いのか。このせめぎ合いですね。そんな感じですかね。あれ僕何をやってんですか。あ、ここ見ない。うん。ギリギリアウトなワードかと。おじろくは、でもほとんどの人知らないんじゃないですか。知ってんですか。でも別にね、あれですよね。普通の、まあ、昔の風習なんでね、その差別用語ではないですよね。確か。違うんでしたっけ。まあ、多分、ギリギリ。だから、その、ちょっとね、そのゆきさんが言ってるおじろくと僕が考えてるおじろくが当たってんのか当たってないのかちょっとわからないんですけど、僕が考えてるやつは、普通に家族で、家族の中の、両親から生まれた中の下の人たち。あら？エントリーしてんの？乳児園エントリーしてるじゃないですか。ちょっと待って。本当だ。まあまあ、はい。じゃあ乳児園見ましょうか。これすぐに入るとまた大変なことになるんでしょ？違うんですか？乳児園の売り。あ、普通に触ってるのか。これは、これ売りなの？なんで売りで入ったの？こういうことだから？これ15ピピぐらい担ぎ上げられてもいいって感じなんですかね。ちょっと、じゃあ 0.01 で入ります。もう？え、大人の方がダメでしょ。ねえ。ちょっとね、どうしよう。ここ行っちゃっていいんですか？これ本家さんがまたジョンジョン他のとこ探してるから、ここはいじゃあやめて他に行きますねっていうパチンじゃないですかね。わかんないですけど、これ本家さんが好きなパターンには思えないんですけど、ちょっとわかんないです。ちょっとこれはね、申し訳ないですけれども、これはスルーしますね、普段から二次元入るなら俺は理覚するぞと。じゃあ、あ、これで儲けたらですね。これもうおしまいでしょ。もう下がんないでしょ。わかんないですけどね。
これが、こんな感じで来たわけでしょ。これ今1時間足ですけどね。だこの辺からこう来て、どうなんですかね。ああ、もうちょっと下がります?もう下がんないような気がするけど。ちょっとわかんないですね。とかやってるとちょっと考えてる風じゃないですか。なんかここで、この辺りで、ヒゲつけて帰ってるじゃないですか。まあ、その、まあ、ヒゲまで抜けるの?ん?抜けないでしょ、これ。じゃあ、4時間。あ、4時間だとこうなんだ。ああ。これ見ると、まだ下がるっていうのはありますね。これ見るとまだ下がってもおかしくはない。おかしくない、おかしくない。上がる下がるじゃないと。小沢と同じポジション。もうさ、松田今で呪われるからなと。じゃあ、入っちゃおうかな。いや、これは、あ、そうでしょ?今ね、上がってきてますもんね。これはちょっと違うような気がする。おい、やめろと。だんだん迷宮に入っていくと。うん、まあ、入んないですよ。ただ、これまだね、ちょっと上がる気がするんですよね。で、上がってる間に、本家さんは別なとこを見つけて、ここは切って、このポジションは切って、他に入るような気がするんですよね。もう全然 FX じゃないとこの読みを一生懸命してますけどね。わかんないですけどね。誰か、誰かバンしてたね。福沢をぶっ壊す。ポンドル。
低評価のトレンドは読めるのに、相場はちんぷんかんぷんなら、福沢はと。ちんぷんかんぷんなんですか？通貨とバイ、セール、くじで決めたらと。何品ありでと。まあまあ、それもね、手段の一個ですよね。うん、まあ、普通にやってますね、本家さんはね。うん、意に介さずみたいな感じでやってますね。うん、何品ありで。だからサイコロでね、やって検証してたページ、誰かが前ね、貼ってくれたんですけど、そのサイコロでやっても、勝ててましたからね。うん。まあ、勝てる時もあると。え？あ、なんでポイント？そうそう。本当だ。どうなんすかね。テーブルでタバコ回してフィルターの向きで決めようぜと。大抵勝てるよと。ああ。まあ、ポジション持ってしまった方がそこを集中して見れるっていうのもあるのかもしれないですけどね。で、難品を、その、ね、いいところで打てば。それで勝てるっていうのもあるかもしれないですよね。うん。わかんないですけどね。知らんけど。知らんけどってやつですよ。うん。どうしましょうね、今日は。まあ、じゃあ、正当というか、ね。一応、これが入ってるわけですからね。これ見ましょうよ、ということですよね。これ見ますよ。これも活用していきますよ。ね。今月は全体的にボラが下がってる気がするんですが、どうですかと。さっさと決めないと、と。本当ですよね。うん、そう。で、ボラっていうのは、その、あれでしょ？取引量のことを言ってるでしょ？魚ですか？違いますよね。取引量ですよね。魚かなとずっと思ってたんですけど、ググったらね、こう、取引のそのね、活発さを表す言葉としてね、ボラというのが使われるっていうのをね、勉強しましたよ。うん、だから取引量的には下がってるんですかね。だから先週の、ね、一方的なので、ちょっとみんな怖くなって手を出してないのか、よくわかんないですね。うん。あ、上下幅ね。ああ、行ったり来たりの幅ね。ああ、そうですね。そうだった。値幅じゃなかったのかと。あ、値幅ですね。はい、そうです、そうです。値幅、値幅。だから、こう、だから、まあ、ここのところはボラが少ないと。これをこう、動いてると。まあ、そういうことですね。さすがボラ頭。ミラーはね、今日はね、さっきのところはちょっとね、明らかにそこはいかんでしょっていうところなんですよ。だから、ちょっとね、僕のゴーストがそこに行くなと囁いたんですよね。どうせプラテですごい切るのにと。カニ燃料も下がってきてますねと。下がってますかねと。うん、そこを入るんですと。いや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 、そこはね、もう、まあ、そこを入って、
難品幅を調整して取るっていうのもあるっちゃあるんですけどね。あるっちゃあるんですけど、どうなんですか？まあ、ちょっと違うんですよね。しかも1分のところで入ってるでしょ。うん、さすが分析の男。そうですよ、分析しまくりますよ。だからね、分析しなくてやられたわけですから、結局ね。いえいえ、ね、分析しないでやられたんだから、やっぱりね、分析はしなきゃいけないんですよ。ね、これ分析しないで、ほいほいって入っちゃえば、ね、この前の教訓を何も学んでねえだろうと。だから入るとこは重要なんですよ。ね。だからこう明言してるじゃないですか。ね。これ上がってきて、この辺エリアで下向き矢印が出れば、これは行きますよと。で、そこを待ってるわけですよ。ずっと。ね。そこに入ってくるの。で、京さんだってそうじゃないですか。ここね、ここをこう、なんか線引っ張って、ここを抜けたら、上で行きますよ、つって。ここ、下がったら下で入りますよ、っていうことじゃないですか。ね。だからそういうことなんですよ。うん。マジっすか。いやいや、マジっす、マジっす。まあね、だから、ヨシさんの、今までの、助言はもういろいろね、金言としてね、聞いてますからね。ハイジを触るなとかね。いろいろありますからね。うん、そう。だから結局ね、何でもかんでも入ったらね、ポジポジ病になるんですよね。うん、だからそこはね、待つのも相場なんですよね。理覚は重要ですと。まあそうですね。理覚重要ですよね。まあ入るところと理覚。これさえ間違えなければね。ねえ。こうね、聞いてる、今日もちびっ子は聞いてると思いますけど、ねえ、ちびっ子たちもね、よく聞いといた方がいいですよ。ね。待つこと。そして、入るポイント。そして理覚ポイント。これですね。この三つ重要です。はい。ほら、あれ？こう、ここ、こっからここに飛んできたじゃないですか。リペイントですよ。ほら、だから僕の想定シナリオに今入ろうとしてるわけですよ。こう上がって、こう来たと。まあ、こう抜けてからの下向き矢印ですよね。そのラインに今入ってこようとしてるわけですよね。うん、許さんを話題出すなと。悪運と美貌感が映ると。ね、許さんちょっとね、最近苦戦してますよね。だ結構ね、そうなんですよね。だから本家の尻馬にピッて乗ると、本家さんが苦戦すると。で、許さんと尻馬に乗ると、乗ろうっつってね、宣言した後、共産大スランプ状態にね、今ちょっと陥っちゃってるんでね、うん、申し訳ないなと思ってるんですよね。うん、家か男さん、奇病だったようですねと。ん？これは本家さんなんですかね。どぐされ難品野郎がポジポジションなんて語るなと。ポンド、スイス、フラン、S。だからね、ポンド、だから、ハイジなんですよ、そこが。ね。スイス、フランは、スイス、フランは、まあ、危険なんですよ。ポンド、スイス、フラン、ちょっと見てみますけどね。どれでしたっけ。ポンド、スイス、フラン。まあ、これですね。ほう。
はいはいはい。これ一番危険なパチーンじゃないですか。まあ僕の感覚では。まあ、1分足的にはこうね、下がってますけど、5分足上がりですよね。4時間足も上がってると。で、4時間足のここをちょっと1時間足に、1時間足も上がってると。これ危険です、危険です。これずり上がっていくパチンですよ。うん。じゃあ、スズメさん、ここはね、これダメです。ダメです。うん。待つこと。待つこと。ね。デラックスの方ですね。うん、どこかの本屋で、どっかの本屋でパクったなと。FX 入門書と。もう、これ、ほら。これだから、もうこういうのはもう、あえて逆に得るかもしれないってぐらいのところですよ、これ。奥さん怖かった。共産ライブ。マジで？奥さん出てたんですか？それはキャサリンじゃなくてですか？うん。リックンさん、トラウマかよと。もうトラウマですよ、トラウマ。だからその前からね、スイスフランには触るとちょっとやらしいよという話をね、ヨシさんから聞いてたんですよ。聞いてたのに、安易に入ったスイスフランであんなことになったんですよね。うん、今すぐ入門書返してくれ。万引きしないって誓ったの。誓ってない人いませんよ。誓ってませんよ。つか、そもそも万引きしてもないでしょ。何を言ってるんですか。売ってダメなら買ってみなと。じゃあ得るでと。なんてやったらダメだと。多分よその FX ライブコピートレイした方が儲かるような気がすると。まあまあそうですよね。うん。そうですよ。今までその手法をね、結構取り入れてやってきたんですけどね。もうそれ不評なんですよね。不評なんですよ、山川さん。うん、まあこれね、もう何回も言うように、このね、ここに入ってくるか。あれちょっと待って。あ、そっか。あ、ちょっと、わけわからん。ここが上がって、この川の上に、抜ければ、下向き矢印が出れば、俺に全部預けろ。全部ナンバーズ4で0811にかけたら。0811って何ですか？誰かの誕生日なんですか？ 0811 って何だろう？おはいい。わかんないですね。俺の誕生日だよと。ああ、じゃあダメですね。じゃあダメじゃないですか。僕は、あれ、ね、6月6日の6時に生まれたのかなと思ってましたよ。うん。つまり逆をやれば勝てると。ああ、そういうことを、もう言われ、もうそういうふうにはささやかれ始めてますよね。この福沢の逆を行けと。それもささやかれてますよ。ね、だからそういう意味では、逆進福沢として人気は出るかもしれないですよね。666、うん、アコマの数字。そうそうそう。ヨシさんの頭には多分ね、こう、髪の毛の下にね、666って数字がね、こう、入ってますよ。
リスさん本名ダミアンっていうらしいですからね。悪魔的な魅力と力を持ってるからなと。そうそう。あれ、最終的にダミアンはアメリカ大統領になるんでしたっけ？違いましたっけ？まあ、オーメンもね、全然、一作目を相当昔に見たっきりですけど。今日は勝ってるんですね、と。で、昨日も、放送終わり時点では勝ってたんですよ。ね。で、新司法をね、やったら、あれがちょっと失敗しましてですね。新司法はちょっとね、難しいっていうか、ちょっと難しかったですね。まあ、そんな中でもですよ、今日も、僕はこの戦いの場にですよ、この戦場に身を置きですよ。ね。ほら、どんどんリライトしていって、僕の想定通りの展開になってきてますよ。ね。ただもうここで矢印出ちゃってるんで、これがずり上がるのかと。まあ、ここで視聴性がいきなり、まあ、出てるんで、次からは下がるかなと。で、これを見ても、ね、この、こういう斜め、ラインですよね。斜めひし形ラインですよ。まあ、この上で引いてもいいかもしれないですけどね。こういう展開に入ってきてんじゃないかと。一番右は1時間足ですけど、こういう展開に、まあ多分入ってるのかなと思うので、でここをずっとこの間、ね、この間はずっとその展開が続いてますよね。これはいつ終わるのかっていうのもありますけど、まあ、これは僕は、入ると僕が損する方向で終わるのは間違いないと思うんですけどね。うん、見せてくれよ、福沢の力をと。すんのかな思ったらせえへんのかと。そうですよ。まあ、これが、まあ、矢印出てますから、で今、川のラインがこの辺だったら、まあ、迷わずゴーですよね。川のライン、今、ここにあるんですよね。ただ、ですね。はい。ここの白い点線のボリンジャーに沿って上にしばらくずり上がっていくかなと。で、そうなれば、これも上がって、まあ、この辺りに下向き矢印出るのかなと。そういう展開ですかね。うん。出ないか、これね。どうだろう。1時間では下向き矢印出ないかもですね。これ、出ないままに、上向きの矢印がリライトしつつ、ずっとずり下がっていくパチンかもしれないですね。うん。ポジらんと終わるなと。いやいやいや、ポジりますよ、もちろん。ただやっぱりね、その、町ですよね、町。町重要と。ね、だから勝つためのトレードは、その自分の、その、得意な形に入ってきたときに、ね、その、スナイパー的なやつですよ。ね、またリライトしたでしょ？ほら。だいたいこう僕のシナリオ想定通りな動きになってるじゃないですか。ね。上がっていってるんですよ。で、この上がりが、顔を越えたところで止まるわけです。もうどんどん上がりますよね。うん、まあ、そういうことじゃないですかね。この自分のファインダーに入ってきたときに、いかにこれを、こう、華麗に打ち抜けるかってことですよね。
得意ってどれやねんと、うん、まあこれからですよ、見といてください。一撃でこう食らわせますよ。まあロットは 0.01 なんですけど、ね、で 0.02 でもいいかなと思ってますよね。なぜならですよ言ってることがすごく寒いぞと0.02 でもいいと思ってますね。なぜなら難ピン幅は、まあ、次の手法は、まあ、動きを見てから難ピン打つタイミングを決めるというね、新たな手法に変わってますからね、うん、で今までみたいに一発目、ポジション取ったらもう1ピピごとに難ピンしていくっていう手法ではなくなってますからね。ショボザワさんと。だからね、そういうことに変わってきてます。で、ここで、その手法が、その確立されればですね、それはもう、最初のポジションも、もっと大きく持っていきますよ。だから何でもかんでもこうね、ポジション上げてこうポジション持てばいいってものではないですね、うん、結局ゴロッと持つんだろうと、最初から持てよと。それじゃあオープニングはエンディングになると。うん、お風呂入っている頃に進めてよと。はい、いってらっしゃい。ごゆっくり。これは福沢の人生のエピローグだからと。そうですよ。全部溶かして、いただき専門になれよと。だから叩いてないっちゃ。ただ、本家さんはなんかね、また持論を展開してましたね。今ちょっと聞いてたんですけどね。うん、またもう相も変わらず、もやっとした持論を展開してましたけど。うん、だから同じツール、同系統ツールを使って、てるんですが、まあ、その辺はね、ちょっとね違うんですよね。登録者もドラゴンのごとく伸びるぞと。まあまあそうなんですよね。それも分かってはいるんですけどね。だからね、ドラさんが講義のことをね、いろいろ言ってた時とかね、
あれで伸びましたからね、ドラさんはね。うん。まあ結局消しましたけどね。うん。本家はかなり攻め込まれてるなと。福沢さんも攻め込まれる。僕も攻め込まれる要因がもう1ミリもないですからね。うん、ね、ここ、ほら、まるこちゃんついてんじゃないですか。ね。まるこちゃんが月のですよ。わがりのですよ。だからこのペースで行くと、まあ、ちょっとね、ポジション取るまで、まあ、最低でも15分くらいかかるのかな、というところではあるんですけどね。最悪、裏側に突っ込んで、福沢がこの、よから抹殺されても俺たちは大丈夫だから安心して攻撃してくれと。だから攻撃しない。したこともない。ね。まるこちゃんから、ね、そうですよ。ピーハラ、ピーハラですよ。お、でもね、ちょっと上に伸びるペースが、1分足にもまるこちゃん出てますよね。まあ、さっき消えましたけどね。この辺出てましたからね。ただですよ。はい。ここ、もう、1時間足的には MA ですか ?MA に当たった感じですよね。こっから下がるかもですね。こっから下がってもおかしくないですよね。まあ、上髭がぴょんって一回出るかもしれないですけど。こうじゃないですかね。まあ、結局、ここの、ね、MA ですよ。のラインで、こう、下がってきてますからね。ここで、ここの辺で、ジグザグしながら、の動きになってると。へへへ。1時間、ライン当たってないですか？ MA に当たってるんじゃないですか？これ何ですか？この、赤いこれ。MA だと思うんですけど。今、ヒゲが当たったような気がしますけど。ん？これ1時間ですよね。うん。これ僕にしか見えない MA なんですかね。50% ライン。あMDMA だけ。お、またね、リライトしましたよ。まあ、このシナリオ通りの展開に、お、まるこちゃんも、まるこちゃん、出てますからね。うん、MA 福沢さんかっこいい、いつ覚えたのと。これはね、いつ頃だったですかね。もう4、5年前ですかね。ただね、気になるのは、ここがなんかね、ゴモゴモゴモってしてるんですよ。もしゃってしてるんですよ。もしゃっとしてるから、こういうのから、こういうのに変わっていく可能性もあると。ね、こっち側の、なんか、V 字、ね。アボリジニーの武器みたいな感じになってもいると。こうね、こうちょっとごちゃごちゃしてるじゃないですか。そこも一応ね、見ていきますよ。
なので、まあ、ここで、まあ、もしポジション取ったとしたらですね、まあ、最長5分足で上向き矢印が出たら決算ですね。で、なければ1分足で上向き矢印が出たらもう決済です。うん。咳が止まらない。まあそんな感じですかね。違うんですか？ね、どんどん。ほら、ほら、もう上の川に到達ほぼほぼしましたよ。抜けてはないですけどね。抜けてはないですけど。まあここが、ここまでかなって気もしますね。うん、今、ヒゲがね、ちょっとついた程度ですけど。1分だとスプ負けしますよ。だからまあ、まあ一応5分で頑張りたいかなと。一応そう思ってますね。もしくは、そうですね。まあ、結局、ここの矢印出てるのは、5分のこれと一緒なんで、まあ、ここから下がって、やっぱり5分でしょうね。まあ、ここで下がったらもですね、これはね。うん、じゃあ、どうしましょうか。じゃあ、準備しときましょうか。マルコちゃん消えましたね。消えたんで、ちょっと上に弾けて上がったら、あ、もうちょい、もうちょい、あ、マルコちゃん出たね。マルコちゃん出ましたね。うん、あ、消えた。これどうしたもんですかね。あ、下がるのか。まあ、ここで、もうこれで下がりそうですね。で 0.02 ですけど、ちょっと発動しますか。ゴー。ええ、ポジション取ったじゃないですか、ほら、小浦さん。一応発動しましたよ。で、次。次の、シナリオ、ね、逆行することも一応考えますよね、もちろんね。で、その時どうするのかと。この場合はですね、この、ちょっと見えにくいかもしれませんけど、ここにね、緑のライン、緑のライン。そしてここに青のラインがあります。ね、この青のライン、に、到達する半分ぐらいですかね。もしくは青のラインで2回目の難品。で、次は3回目、ここ。まあ、その辺考えてます。万年盗撮盗作野郎がシナリオを語ると。いやいや、一応。一応今のところ、その最初のね、語ってたシナリオとそんなにずれてないですよ。まあ、よく言えばここを抜けた時に矢印だったんですけど、ちょっと遅かった。でも下がったところで入っちゃいましたけどね。さてどうでしょう。まあそんな感じでエメマンを取ってきます。
よっこしょ。ごそごそ言いますよ。低評価が足りないんじゃないのと。そういうことをね、書いてる人いますけれども。もう十分ですよ。あれ？さてとですよね。あら、ドラさん助かりそうなんだ。ちょっと見てみます。どうかな？これ助かりそうなんですか？ん？ドラさんはどっちにしてるの？え、買ってんの？え、ドル円買ってんの？ドル円買っててこれ助かるの？え、どういうこと？買ってて助からないんじゃないの？え、どういうこと？あと3ピピなんで。ああ、もうずっと、じゃあ、え、どういうこと？もう一回見てみよう。ああ、そっかそっか。上に。これでもこっから下がるでしょ。どうなの？わかんないけど。じゃあ、ドラさんと僕は、方向性が違うわけなんですね。うん。あと、ロットの数も違うと。そしてね、僕がね、今日、ゆで卵をね、作りましたよ。これ上がるんですか？山川さん。なんとかなんとかなんとか見ろと。やっぱりあのごちゃごちゃしてたところに何か秘密があるんですか？上がるんですかこれは。ドラさんに乗っかった方がいいんですか、じゃあ。スーパーのパック開けて中身だけパクってきたのかと。卵をね。ああ、今ね、ゆで卵を食べてますけど。これで終了です、今日は。ゆで卵で。もうあと一口食ったら終了です。うん、なんか元気に上がってきましたよ。ああ、ここまで待っときゃよかったね。うん。10ポジかなと。いやいや。結局ここまで上がってきちゃったんですね。じゃあこれからまだまだ上がるのかな。まあ一応ね、見ときますよ、これ。ピッ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 。うん、まだまだ。あれ？何ですか？なんとか見ろ。これちょっと検索ググりますよ。
山川さんが。これを翻訳してますと。ああ、これ前教えてもらったやつですか。これが上がると囁いてんですか。これが上がると囁いてるなら僕ピンチじゃないですか。上がってる上がってる。あ、超上がってる。うん。素晴らしく上がってるじゃないですか。すげえ山川さん。お、こんなに上がる？マジで、なんか元気ないんだ。すごい山川さん。こんなジャスピンで当てれるの？これこの辺で難ピンしたら助かるんですか？山川さん。お願いします。僕的にはもうちょっと難ピンするところはこの辺なんですよ。もうこれ難ピンしていくとどんどんトレンドが変わってるからまずいってことですか？いや、でも、前、一番最初のシナリオ的には、抜けて下向き止まってるから、まあ、こっから前、下向き、なんですよね、僕の、あれだと。何これ。これのびっくりちょんマークは関係なく、これをググればいいんですか？あ、なんかわかんないのが出てきた。ちょっとこれわかんないです。せっかく教えてもらってんだけど。絶対はないのでと。あ、まあ、さらそうでしょうけどね。まあ、ちょっと。だからここから下向きシナリオだったんですけどね。ちょっと早かったですよね。じゃあちょっとトイレ行ってきます。すいません。ガサガサ言います。
よっこしょー。お？下がってきてますね。ごそごそ言います。すいません。ごそごそ言いますよ。はい。うん。どうなんですかね。となると、まあでもこの菱形風なところにはまだ入ってると考えていいのか、このブーメラン型に変わってきてるのか。さて、どないでっしゃろうと。うん。まだまる子ちゃんは、5分足のところにまる子ちゃんは出てるんですよね。うん。そして、ちょっと待ってくださいね。どこだ？あった。ドマさんは助かり気味なのか。そうでもないのか。BMW さんの話題が向こうでも出てますね。京さんにバンされる。バンされた話題。ちょっと面白い。福沢が乳児園入らなかったおかげで俺の孤児順調へありがとうなと。マジっすか。乳児園、ちょっと見てみる。じゃあちょっと入ってみましょうか。乳児園？乳児園上がってんじゃないですか。ね。こっから下がるかもですね。これもこういう流れに。出るようには見えますけどね、うん、この辺で下向き矢印出て下がるような、まあ川は両方上向いてますけどね。どうなんですかね。やめろと。75027750。おう。めっちゃ下で買ってるんですか？ちょっとわかんない。まだ上行くね。まだ上行くね。マジ？激儲かってんじゃないですか。まあまあ、それは人のことと。ね。人様は人様。うちはうちでございますよ。ね。
フラクタルって何？フラクタルって。フラクタルって何？フラクタルって。フラクタルって何でございますか？爆損じゃないですかと。本当ですよ。130円もやられてますよ。ね。高値安値ポイント打ってくれると。フラクタル？フラクタルね。ちょっと、まあ、じゃあまあ後で検索しますよ。まあもうちょっとですね。で、これで、何品はどこで打つかっちゅうと、ここかな？ここ。このボリンジャーに当たったぐらいで何品を打ちたいですかね。まあ、こっちで言うと、どうですかね。この辺で当たりますかね。やっぱ同じところぐらいですかね。応援したら負けるから今日もしっかりとやられてください。いやいや、応援してよ、応援応援してさっちゃんMT4 にも標準装備されとるわと。え、じゃあこのあれですか、高値安値にポイント打ってくれると。ビル・ウィリアムズを開け。ビル・ウィリアムズ。いいわ。よっしゃ。あ、上から10番目ぐらいあんの？これの、これの何だっけ、ちょっと待ってよ。フラグがあると直ったでしょ。
治ってないかな。フラクタル。ああ、これか。これだ。これを何分足に入れればいいの？これを何分足に入れればいいですか？1時間足ですか？時間関係ないんだ。じゃあ5分足に入れておきますか、とりあえず。そういった。5。そしたら？何が変わったの？何が変わったかもわからないな。何をどう見るのかもわからない。これ？これじゃないでしょ？なんかこの辺になんか変わったの？ちょっと待ってね。これで、はい、大きくしましたよ。ひげ先。色を変えなきゃいけないね。どれ？これ？で、色をじゃあピンクかなんかします？じゃあなんか薄水なんかこんな色にしましょう。で、これで閉じる。わからん。あれ？あ、この、これね。はいはいはい。なんか使徒みたいなやつがいっぱい出てきた。色と大きさを変えろと。チャートじゃねえと。あ、そういうことね。はいはい。大きさを、じゃあこれをこう太くすればいいってこと？ゴン。おお、でかくなった。おお。なんか、ほら。人っぽいのがいっぱい出てきたよ。これ？これね。OK ですか？おお。で、これを見て、何をどうすればいい？で、これが次出てきたら何品？この子たちはでもリライトしないの？どういうこと？この子たちはこういうのと性質はあんまり変わらん。一回出てきたらもう終了？トレンドが見えるだろうと。これは上抜けたってことね。それで OK ですか？なんかよくわからないけど。まあそういうことにしとこうか。リピントしないと。ただし確定するのは前後2本足と比べて高値安値が確定したとき。ああ、そういうことね。
よくわかんないけれども、前後2本足と比べて高値安値が確定したとき、うん。まあまあ、これもじゃあ参考にしていきますよ。あざす！あざす！うるせえ。ゆきさんが力を貸せば福沢さんは奥取りに一歩近づくと。本当かな？うるせえ。まあ、じゃあこれはいいと。でこれで今一歩奥トレに近づいたってことでいいんすかね。いいっすね。これはじゃあもうレベルアップ。レベルアップしましたよ。ドル円眠くなるので後で切ります。はい、じゃあまた後でお待ちしております。さてと、呪われた装備だ。これ、どうしましょう。一応僕の想定してた難品ポイント、これに当たったんですよね。当たったんだけど、これ難品していいもんなの？まあまあ、難品しますよ。もちろん。ね。ああ、想定してたポイントに当たったので、まだまだ上行くのかな。まあでも、GO。これ難品したらまずかった？0.04 で難品しましたけど。ようわからんですね。福水尊の天才だな、本当褒めてやるぜと。ナピしちゃダメだったの？これで次のポイントはこのグリーンのここですよ。ここポイントです。このグリーンのポイントは、ね、このポイントですからね。ここまで来ると、さらに何ピン来ますよ。ゆきさんが共産のところでドル円の。そうですね。上昇予想してましたよね。もう下がるあれがないって言ってましたもんね。まあいいっすよ。いいっすいいっす。
どうせあれでしょ、ミラトレしてる人もいないでしょ、大丈夫でしょ。小倉さん、尻馬してるといつかこの男のようにと。ゆきさんに尻馬してるのはいいんじゃないですか。僕を尻馬しなければ多分大丈夫ですよ。ね。いつかは下がるイムジン川と。イムジン川って何でしたっけ。あの朝鮮、あれでしたっけ。ね。南北朝鮮を分けてる川でしたっけ。そういう歌ありましたよね。イムジン川水記憶でしたっけ。そういう歌ありましたよね。自分で勉強して自分で切磋琢磨するもんなんだよと。あ、ね。らしいですよ。ね、まさしくそれはね、僕のようにってことですかね。太って渡れると、うん。まあまあ、もう下がってきたんじゃないですか。どうなんですか、難品。難品逃げ作戦成功するんじゃないですか、しないですか、わかんないですけど。まあこれプラテンしたら切りますよ、僕は。ね。ゆきさん的には上向きなんでしょ、これここで踏ん張ったらダメってことですよね。プラテンしたら即切ります。うん、まあまあいいんすよ、うん、お、あーねえ、ブザーさん切ってくださいって、なんで。なんでここで切るの、ここで切らないとまずいの、あかんの、なんかあるの。あれ9時半になんかあった。あ、ライターがつかない。あ、どうも、ルパンさんどうも。うん。どうなんですかね、これね。あ、9時半、カナダ。あ、カナダだ。うん。ありがとうございます、山川さん。いつも指標を出していただきました。まあ、すぐ忘れるんですけどね。もうちょい上で難品さすがと。ドル円エースさすがですねと。みんなが L と思ってるところにあえて S で突入する、これがロマンなんじゃないですか。違うんですか。ね、全員がそう思ってるところをそういかない死にたがり。
おお、跳ね上がった。何のための FX だよと。いや、これをね、でもちょっと消しときましょう。次は、このラインで、このラインでまた行きますよ。結局、ね、ここでブーメラン型に変化したってことですね。バコンって抜けるんですかね。あ、ここで一時間足も下向き矢印出たんですね。まだちょっと僕の想定よりもう下で矢印出ちゃいましたね。さてどうしましょうかと。さてさて、15分足をちょっと見てみます。15分半押し、もう下向き出てるけど、まるこちゃんがいると。うんうん。さあ、どうしたもんでしょうかね。うん、よいしょ。訴状トレーダー福沢に改名しろ。鮭的なやつね。滝をもの登りますよ、ね、そして竜になりますよ。そういうことでいいんじゃないですか。ダメなんですか。流れに、そう。そう、流れに逆らうんですよ、男は。ね。ゆきさんみたいにこうね、流れに乗り、流れに乗り、ね。長いものには巻かれ、長いものには巻かれじゃないんですよ。時にはそういう荒波、ね。あるいは濁流に逆らいです。大衆迎合主義者みたいに言うんだと。大衆迎合主義者じゃないんですか。違うんですか。FX 界の反逆児ですよ、僕はね。うん。いやいやいや、川底に沈んでないですよ。沈んだと見せかけてるんですよね。水遁の術ですよ。竹を切ったものをしのける代わりにですよ。口に加えですよ。ここでもうね、皮の下についちゃったんですよね。ここはちょっと問題だったですね。ね、含み損も130円台まで減りましたけどね。ここはあえてまだ待ちますよ、僕は。び
味覚は近いと下ってきた福沢さんと川登りてえのか潜りたいのかどっちかだよ、どっちだよとね。今は、あれですね、この15分足の下の川岸にたどり着きたいわけです。まあ、それは欲ですけどね。まあ、5分足でもいいのかなと思ってはいるんですけどね。また80円でいいかなと。80円だと2桁ですからね。8円っていうのもありますよ。1桁もありますからね。その辺が見どころですよ。そういうね、そういうなんかもうギリギリのラインを攻める FX 取引をしてますからね、僕はね。おかしいな。一分足にマルコちゃんはまだね、出てないんですよね。まあいいんすよ。そうでしょ？反逆時は投資には向いてないのかもしれないですね。いや結局株とかもそうじゃないですかね。世の中の人がこれいいと思うようなものを作ってる会社の株を買えってことですもんね。迎合主義者が勝つ世界なのかもしれないですね。投資でマイナス、ツールでプラス。勝ち組に資金提供してくれてるという面では、小沢は褒められる。ね、褒め、面でしか、ね、小沢は褒められない。いやいやいや。こっからですからね。ちょっと僕が予想してたよりも戻りが早かったんですよね。だからこれじゃあちょっと逃げるまで足らなかったって感じですかね。ここからまた上がってっちゃうんですよね。自分からドブ川に川をばらまい、あ、金をばらまいてるじゃないかと。いいじゃないですか。まあそれをあれでしょ、ドブ川に落ちてる金をね、ドブ川に落ちてるお金をゆきさん拾ってんでしょ、ね、何百万も何千万もあれいいじゃないですか。それでこれはどうなんですかね。京さんのポジション的にはどうだったんですかね。わかんないですけど。ドラさんはどうなってるの。ちょっと人のとこ見に行ってみよう。あんま変わってないですよね。ドラさん何持ってんの。ドル円ですもんね。ドル円買いで持ってるの。ようわからん。トレビの泉じゃねえんだぞと。まあトレビの泉ならね、こう綺麗なイメージありますからね。そうですよ。そこに願いを込めて今ね、コインを投げてる状態ですよね、僕はね。まあそういう感じですよ。
どういう。そうそうそう。ご立派でしょ？そういう人がね、最終的に救われるわけですよ。心なしか本家は小さく見えた。足音。うん、お、リライトしましたよ。お、あれがつきました、あれ。ここに、エヴァンゲリオンの使徒が現れましたよ。これはどうなんですか？これはいい傾向なんですか？直近最高値的なやつですか？これ、何なんですか？わかんないですけど。ああ、上がりますかもね。フラクタルは連続したものを見てエントリーには使え。ああ。これ連続性を見るってことですね。うん、1分の矢印も出てると、うん、そうなんですよね。1分矢印でのここでの視聴性もいるんですよね。まあいろんなあれですね、ものがちょろちょろ出てきますよね。うん、10時、うん、今日は何の動画見よっかな、じゃあ。Amazon ビデオに、Amazon ビデオを契約してる方、Amazon プライムを契約してる方はね、プライム会員で、この世界の片隅にを無料で見れますんで、ぜひ皆さん、見てください。もうアニメ映画、の中ではもう最高でございます。すずさんの物語ですね。皆さんぜひ今夜はこの世界の片隅に見ましょう。そう、この世界の片隅に、この世界の片隅 FX ですよ。で、いろんな辛いことが起こるわけですよね。嫁いだ先の旦那さんのお姉さんに辛く当たられたりですよね。そういうことが起こるわけです。そのね、日本が戦争にこう突入していきですよ。まあ、そういうことが起こっても、それはそれとして受け入れていくと。そういう物語ですよね。
だから大きく損をしてもそれは受け入れてね、起こったことは仕方がないとして明日を見つめていくと、そういう話ですね。プライム契約してるなら解約しようかなと。プラテンガラガラと、もうちょっとでプラテンですけどね。もうプラテンしたらもうすぐ切りますけどね。もうプラテンしなくてももうあれですよ。逆行していったらもう損切りもしますけどね。損切り覚えましたからね。やばいやばい。損切りとか言うとそっち方向に動くね。やっぱり怖い怖い。毎回何やってんだこの男はと、そういうことですよね。あ、待て、また3桁、ウェーファー、なかなかね。でここのね、今ちょっと見えにくいですかね、ここの MA にも当たってると、当たって今陽線になってる、まあそんな感じですか。いいんですかそれで。ポジる意味と。閉じる意味ですよね。意味はそれぞれにつけていいんですよ、意味付けというのは、うん、なのでたとえここで負けてもですよね、あれが意味があったと。あれがあったからこそ、次の一手がいいとこに打てたと。そういうことも起こってきますからね。政治家の使途不明金ぐらい無駄なポジと。そんなことないでしょ。政治家の使途不明金も、まあ誰かのね、誰かを潤したりね、することもありますからね。まああいつはダメですけどね、山尾しおりでしたっけ。お、ね、ガソリーヌ。あいつダメでしょ、と。なんか弁護士と不倫してた系のやつですよね。あれのなんかガソリン代とか、ホテルに、ね、弁護士と泊まってたのに、泊まってねえとか言って嘘ついちゃうやつ。あれダメです。うん、ああ、舛添はね、ちょっとね、庶民感覚なさすぎたですよね。うん。ルールとしてはいいかもしれないけれど。あんなのは、申し訳ありませんでした、つって、謝って、まあ、ルールを、そういう批判もあるので、ルールを変えていこうと思いますって言えば、済んだんだろうけれども、いや、これはルール通りですよ、つって、開き直っちゃったんでね。だルールはそうだろうと。ルールはそうだけれども、庶民感覚的にそれが、ね、その、選挙で選ばれる立場の人間として、そこを突っぱねてしまうと、それはダメなんじゃないですかと。
いうことですかね。福沢は政治を切ると。お、いいですよ。ここで下矢印出ましたね。うん、そうそうそう。だからそのルール自体がガバガバだったってことなんですよ。うん、で そのガバガバのルールを作った人たちを選んでるのがまた庶民なんでね。だそこが問題なんですよね。で結局ちゃんと監視する人間、そういう組織、なりなんなりが必要だと。で本来そういうものはマスコミがそういうね、テレビなり新聞がですねチェックするべきところをですね、そういうとこはチェックしないでですよね、結局週刊誌かなんかがそこに切り込んでいったわけですから、じゃあそのテレビ新聞大手メディアは一体何をしてんだという話じゃないですかね。うん、そう。だからちゃんとこういうことをやってます、こういうルールがありますけどこれでいいんですかっていうのをこうね、条例なりなんなり慣習なりなんなりですね、それをメディアがチェックするべき、だったですね。チェックするというかメディアが公表しですね、有権者がチェックすべき話だったんだけれども、結局、週刊誌の方が優秀だったってことですよね。うん、これ、指標無視と。頭だけはマスゾーエだ、福沢。指標無視です。はい。政治活動、FX で儲けて政治活動費。いやいや。だから YouTube とかね、そういうのを利用してですよ。ね、政治家は、その選挙期間の何日間かは生放送しですよ。ね、チャットとか、メールとかでの質問にちゃんと答えて、で、画面の前でですね。で、こいつがどういう人間なのかっていうのを、こう、有権者が判断するような仕組みにするといいのかなとは思いますけどね。もう時代は変わってるわけですからね。ああ、猪瀬ちゃんの結婚記念にカバンを送るの忘れたと。猪瀬ちゃんね。あれいくらでしたっけ ?5000 万でしたっけ、カバンに入るか入らないかみたいなのやってましたけどね。大きいカバンだったら入ったんですよね。うん、あら、上がっていっちゃいますね。どうしましょうか、これ。これまででしたね。MA には当たったと。で反発したと。で、5本足は矢印出てないと。1本足は下向き矢印出てるけれども、これリライトしそうですよね。カバン芸だな、大道芸人だね、あいつはと。今の世の中はそのね、政治資金的なものがそんなにいるのかっていう話ですよね。で、昔みたいに電話代がすごく高かったりとか、ね、そういう時代ではないですからね。
はがきや手紙で何か送らなきゃいけないのかっていう、そういう時代でもないですからね。ただ問題なのは、あまりにもインターネットに偏ってやると、本当に Google とかの思いが、思うがままに、こう、操られていきますからね。そこも問題と。10時になっちゃいましたね。どうしましょうか。お、下がってきた。さあ、プラテンしたら切りますよ。年間144万だって。それ何ですか？生活保護費かなんかですか？ああ、上向きサイン出ちゃった。これこっからまた粘っちゃうじゃないですかね。これを1分、あ、まるこちゃんがつきましたよ。まるこちゃんがついたので、これは、そのままずり下がって、プラテンしそうしそう。10円。もうすぐ指標。え、10時半でしたっけ、指標。あれ？半端な時間だったでしたっけ？みんなのために保護費返上で15分か。あ、じゃあ15分、ま、15分になる前に切った方がいいですね、これね。お、あ、4円10円。お、プラテンした。どうだ、14円。今14円で切っとくべきだったかな。綺麗よと。いやいやいや、まだまだ。ああ、やっぱりあそこで切っとくべきですよね。まだでした。はい。まだでしたよ。こうなったらちょっとあれですよね。15分に間に合わなくなる感じになってきちゃいましたね。やっぱそこで切るべきでしたね。その判断の甘さがまだ残ってますね。まあ、100倍でやってるぐらいの気持ちでやらなきゃダメですね。でさっきの40円でも4000円取ったぐらいの気持ちでやりましょうか。ね、今8800円マイナスと。ね、5800円だとマイナス今。ああ、そういうことですね。そういう意味で言ってたんですね。さっきの指標無視っていうのは。いや、一応ね、気にしてますよ。プラテンしたら切ります。気持ちだけでもと。
下がらないですね。これ指標なければなんかね、ちょっといい感じで下がってきてるのかなって気はしますけどね。指標でこの流れがひっくり返る可能性は十分ありますからね。一応指標も重視していけというね、先人たちのお言葉がねありますから、そこはあれ、本家さんがいっぱい難品してません？大丈夫なんですか？上がるんだ。じゃあみんな上がると読んでいると。じゃあ是が非でもプラテンした時切る必要があるってことですね。戻ってきました。こんばんは。あら。じゃあもうこれ指標の前に一旦切っといた方がいいですか？このロットならマイクロ構造の方が利益出ますよと。で一応ね、ずっとマイクロでやるつもりではないので。このロットでやるつもりも、まあ一応ないんですよ。ね。教えていただいてありがとうございます。さてどうしましょうかね。ダメですね。上がっちゃいますね。今日の利益174円を飛ばしそうですね。今損切りしたら2円。みんなそういうのを見に来てますからね。そういうトレードを見る革ツールなのにね、片や結構な向こうは難品してますけどね。予測はマイナスだったら、700円の教訓が生きていないと。そうですね。どんどん上に上がってきますね。なんかまるこちゃんも出てるし、なんか嫌な雰囲気ですね。リライトもしたし、どうしたもんなんですかね。指標でそんな動くやつですか今日の。あと7分。なんか上向きの勢いがだいぶ強くなってきましたね。ピンチ。ピンチです、ピンチ。でもまあ、ね。上に跳ねたら切りますけどね。このまま指標に突入してしまうのか。ね、なんでそんなに含み損にできるの教えて。じゃあ福沢塾に入れば教えしますよ。ね、60万ですけどね。まあ、教材は僕のライブ配信を見るだけっていうね。
沢の考え方を皆さん学べということですよね。ああ、ここで出ましたね。ここで、何ですか？使徒が出ましたよ。下に。使徒登場です。さてと、じゃあどうしましょうかね。ちょっと。結構ジグザグしてる。あと5分。さてどうしましょう。ルフカ注文。ああ。逆に動いたとき用にね。どうすかね、これ。逆にどんだけ跳ねます？いつか続くのと続かないじゃん。どうしましょうと言いつつ3日放置。あら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 上がってきますよ。あと4分。どうしたもんですかね。この辺に入れときます。遠いですか。これで OK だと思います。あれ？あ、存在する。なんで存在する？まあ、平日のライン。どこにあるの？わかんない。あ、これか。これをチェックして削除と閉じると。でこれの名前をはい、5分のかっこいい矢印はね、かっこいい矢印はなんかです。なんかなんかです、なんか教えてもらったやつです、なんとかいうやつですよ。なんかコメントをずっと遡っていけばね、多分出てくると思うんですけど、なんかインジケーターから入れたんですよね。インジケーター、見てみますか。名前なんだったかな。これです。フラッシュクラッってなんて、なんかそういうやつですね。はい。わかんないです。で、これ入れるとなんかこんな、使徒みたいなの出てきます。よいしょ。これどうなんですかね。フラクタルだよ、バカと、このバカはケンケンさんに言ってるわけじゃないですよ。僕に言ってるんでね、ケンケンさん気を悪くされないようにしてください。了解。分かってるわって話ですね。あれ、あと1分ですよ。あと1分ですよ。これどうなんですか。死ぬんですか。あと1分で。死なないんですか。死ぬんですか。この配信でバカは一人しかいない。
なるほどって思ってる人いないんですかね。わかんないですけど、ちょっとこれずらしますね。ちょっとややこしい、わかんない。見にくいですね。あれ ?15 分になりましたよ。お?お?どうなんですか?ん?ん?なんか激しい感じではありますね。激しい感じではあるけれども。ん?ん?うん?こんなもんなんですかね。ちょっと震度1位ぐらいの揺れがちょっと起こって終了ですかね、これで。終わりました?この指標の激震かと思われたけれども、こんなもんですかね。でもここで市長制は出てると、まあ、次市長制の次の要線がもう出てると、まあ、一応指標は突入したけれども、まあ、そんな大きな動きもなくって感じですかね。どうしたものですかね。ありゃ陽線が来ましたよ。本家さんハマってる感じですか。あの最初の一発目でハマってるんですかね。見てないんでよくわかんないんですけど。で、あら上に上がってきた。で、ドラさんはどうなのかと。もう3時間もやってるんですね、僕ね。ドラさんがあんま変わってないですね、ドラさんもね。まあ、同じとこなんで、そらそうかと。まあまあ、じゃあいいですわ。はい。まあ、あんまり変わらなかったということで、またのんびりタイムですかね、じゃあね。まあ、これは変わりましたよね、でもね、完全にね。こう来てたのが、こう来たと、いうことになってますよね。だ次狙うところとしては、このグリーンあたりに、ね、倍難ピンですよ。ね、倍難ピンで下がったところを逃げると。これダメですか?またこうハマっていくんですか?どんどん。変な感じになるんですかね、これね。上がってっちゃう。もう眠い。エクショー。
寝落ちしそうですけど、ね、今日さんは XM ですかねとスプラに言ってた。多分どうなんだろう、 XM なんじゃないですかね。その辺はゆきさんが詳しいと思いますけど、海外口座であることは間違いないですよね。うん。あ、XM なんですね。ありがとうございます。お答えありがとうございます。ですよね、と。うん。京さんは結局持ち越したんですか？最後の方ちょっと見てなかったんですよね。最後の方は見てなくて放送終わって、なんかコメント見たら F のところに引き継ぎだみたいなのが書いてあったんですけど、うん、その算下みたいな言い方は腹立つな、やっぱ。イエスイエスイエスそういう感じですね。あ、理学したんだ。あ、そうなんですね。ああ、よかったですね。100ポジ持ってましたもんね。違いましたっけ？ 100 ポジ？ 100 ロット？ん？ 100 ポジ？ 100 ロット？うん、100ロットですかね。ポジじゃないわね。うん。あ、そうなんだ。あ、そういう音声が載ってたんですね。ああ、そういうことなんですね。ああ。それちょっと聞きたかった。聞きたかった。聞きたかった。もう。一番面白いところじゃないですか。なんか、あんたいい加減にしなさいよ、的なやつ。が、ってことなんですかね。赤い海に残るんだ、そこを編集して普通の動画にしてあげないんですかね。ああ、そうね。いつもね、お風呂入る前にお風呂掃除して、孫と一緒に入るって言ってましたからね。お孫さんが、おじいちゃんは何してんの？って言われて、奥さん切れちゃったんですね。まあ、切れてはないのか。ちょっと、ね。いいっすね、でもね。そういうのもね。まあ、僕なんかね、もういつも、毎日毎日ね、カビだらけのお風呂ですよね。ぬめぬめした湯船に入ってますからね。お？また。普通の熟年夫婦のこすり合いだったぜと。そういうのがいいじゃないですか。そういう何気ないのが日常の幸せじゃないですかね。そういうのいいですよね。その後も焦りながらジョージ演じてたし。ジョージなのに、ね、奥さんに、
奥さんでもね、あれだったんですけどね、なんだっけ、キャサリンでしたよね。キャサリン登場したんですね。キャサリンも結構、じゃあ、息子から日本語を教わって、日本語でこう、参入してきた感じですかね。そうなんだ。あ、分かったからもうポンスカみたいな感じだった、そっか。いや、それは、お、いいんじゃないですか。下がってきましたよ。でも、矢印出ましたね。ここ、あれですよ。ここに出てるじゃないですか。ラミエル。ね。第四使徒ですよ。第四使徒ラミエルがもういっぱい出てるんですよ。これ下下がるんじゃないですか、やっぱり。プラテンしてから、下っつって切ったらもったいなくないんですか？指標も終わったし。ダメなんですか？でももう10時半だし、切って終わる？ここマルコちゃんも出ているのに、ダメな感じですかね。ちょっと面白いな、でもな。奥さん来て、もうなお、レディオ FX って、そんなんじゃないですよね。ちょっといい声でね、言ってますよね。で、言った瞬間にこう、頭を叩かれる音とか入ってたら、ちょっと面白いですよね。それは、ああ、それ聞きたかった。朝のアーカイブ楽しみだな。あ、なんだ、5分足で矢印出てんじゃんすか。出てんじゃんすかっつってるけど。マジか。これダメですよね。これダメだ。なんでみんな黙ってたんですか、こう矢印出てたのに。あら、上がっちゃうじゃないですか。そういうやらしさが FX の収益にも影響してるんだろうなと。そうそうそう。そういう話を一生懸命して、このね、これを見逃してるんですよ、僕はね。マジか。理学のルール守りましょうと。本当だ。あらあら。あらあら、おやおやおやですよ。じゃあもうこうなったら、その、もうダメだ。ダメダメだ。もうめっちゃダメ。困ったね。じゃあこれどうしたもんすかね。これは問題あるね、でもね。で、15分足は下向き矢印出てるままなので、15分足をこの頼りにして頑張っていくしかないのかなと。なかなかね。もうそこを拠り所にしてやっていくしかないのかな。そう、理学のルールを守りましょうってことですよね。確かに、確かにその通りですよ。ね。あら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 。
このラミエルをどうやってこう、このラミエルに対してですよ。ね、ここに、このラミエルの核にですよ。なんだっけ、家電粒子砲かなんかをカチューンとこう打ち込みたいですけどね。ちょっと下がってるんですか、今。下がってますよね。よし、じゃあ、もうちょっと下がっていただいてですよ。ね。なんとか。まあ、今切れば、ね、今日14円の利益ということになりますけどね。そのうち、福沢さんの逆取りで家が建ちましたとか、感謝の子に来るんじゃねえのかと。本家の含み損が減らない福沢さんと同じ。マジっすか。ねえ、あそこ乗っかってなくてよかったでしょ。嫌な予感したんですもん。まあ、って言って、自分で入ったポジがこうなってはいるんですけどね。それはそうなんですけどね。それはまあ仕方がないんですよ。結構普通のコメントが埋め尽くされてますね。なんか、よっちゃんさん的な、よっちゃんさん的にはもう完全に肩透かしでしょうね。まあ、それしかないのかな。やるとなればもうそれしかないですよね。お、どうですか、死闘ヤシマ作戦ですよ。ヤシマ作戦でチキョーンと打ち抜けるのか打ち抜けないのか、まあそんな感じですよね。まあまあいいです、いいです。じゃああれですね、明日からはね、ジャズの BGM をかける系にしますからね。サトシさん、キョウさんに続くです。ジャズ FX です。レンジで遊ばれてますなと。あ、そういうことなんだ。本家にもレンジって書いてたな。そのレンジなんだね。電子レンジのことかなと思ってた。なんかレンジでチンしてんのかなと思って。そうそうそう。ね。本家100万含んでるけど、兵庫金2億やし、な、でもと。ああ、そういうことですよね。2億やしな、でも。っていうことですかね。入国やしなでもっていうね、リアルでもみたいな、そういうでも。でも何でもかんでもそのでもなんとか、でもなんとかっていうコメントをする遊びっていうのは、やっぱりしたらダメですよね。ダメですよね。ダメですよね。はい。上がっていっちゃうし。このね、一本足の矢印をリライトしてほしかったですけどね。難しいですね。これドラさんもやきもきってことですよね。なんか2億ふさふさ向かっている。なんでだろうと。行き違いない2億だと。これどういうことですかね。ドラさんもハマりっぱなしということですよね。
レンジでハマると、福さんはもうでも、いや、僕でもじゃないですよ。めっちゃ出てるじゃないですか。ね。あ、黒猫さん。はい。今日はどんな感じですかと。今日こんな感じですね。今日の利益は174円です。で、今、含み損が136円ですね。そういう感じですね。あ、160円。子供銀行の1億円札みたいな。ね。そういうことですよ。かわいいですね、と。僕もね、よくね、かわいいねって言われますよ。うん、小さい時からね、かわいいね、かわいいね。プロミーガラミングさせて表情いじってリアルをよそって楽のやっちゃこいつだと。何の意味もない。何の意味もないじゃないですか。まあまあいいんですけどね。おこれは。よし、今日の目標を200円ぐらいに定めとこう。利益のね、今日の損益のプラス号200円なんで。26円取れれば200円に達成できると。ここがデモやったら臭い1億個打ちますと。だってこんな取れると焼酎の日の沙汰じゃ、沙汰じゃないやないかと。そうなんですかね。みんなこんなもんじゃないですか。わかんないです。一般は稼がないとツールの意味なくないと。いや、いいんですよ、いいんです。まあね、販売してる方にはね、ほんと迷惑かけて申し訳ないんですけど。いやいや、高評価ね、高評価は倍ないともう明日からやりませんからね、僕ね。まあ明日からもうずっとディズニーランドの動画をずっと見続ける男になりますよ。ね。若い時彼女と行ったなっていうね。高評価、高評価。なかなかね、こうなるんですよね、やっぱりね。こういうなんかこう寸止め地獄みたいになるじゃないですか、いつも。何なんですかね。天才なんですかね。一気に3増えたのとおかしいでしょ。うん、まあまあいいっすよね。そんなことはどうでもいいんすよ。うん、でもね、そんな中でもね、高評価を押してくれる人たちもいるわけですよね。心優しい人たちがね。3倍になったと。みんな、みんな高評価を押した人も一旦あれでしょう、ね、やめてまた低評価を押してるでしょう。
あら、あら、上向き視聴性が出てしまったぞい。ただ、次は、これが出たから次は陰線で下がってくると。そこを期待ということですかね。どっちかにバインと行くよと。あ、浅田さんこんばんは。みんなね、高評価押してくださいよ。上にバインって書いたらもう終了ですね。高評価、低評価の報酬が激しくなってきたぞと。本当に？ほらほら、ね。こんなクソ親父でもね、ちゃんと、けなげに応援してくれる人たちいるわけですよ。ね。いじめじゃないですか、いじめ。ね。そういういじめに屈しない。ね。それですよ、それ。いじめに屈しない強い心ですよ。ね。それが必要なんですよね。どんな世界にもね、いじめはありますからね。清き一票ですよ、清き。お。お。もっとエントリーしたら押しますよと。いやいや。あ、お、お、もう来たんじゃないですか？プラテンしましたよ。矢印は上に出てる。さてどうする？これ今いいとこですよね。自分の立場を述べることは恥ずかしいことではないと。まあ今のもチャンスだったですかね。もう、あ、もう11時前ですね。もう終わってよかったですね。失敗した。はい、もう終わりますよ、じゃあ。寝落ちかなと。低評価20。いやいやいや、高評価が勝つ、ね、正義が勝つ世の中来るんですよ。ね。それが世界ですよ。ガトさん。ダメダメ。ダメよ、ダメダメです。ここをね、一気に、今、またプラテンしてきましたけど、2円ですよ、2円。2円ですよ。もう押しますよ、もうこんなくなったら。8円。14円。おい、来た。はい、来た。はい。ああ、上がるのかよ。もうこれ無理ですかね。ゴー。あれ？押したつもりが押せなかった、クソ。お、押しますよ。はい、押しました。はい。はい、勝ちました。224円です、今日の利益。どうですか？これ、皆さん、こう。いや、勝ちじゃないですか、勝ち。ね、こんなもう、バリ雑言、低評価の嵐の中ですよ、ちゃんと。ね。これ、あれですよ、50万円程度だからこういうことですよ。ね、100倍考えてくださいよ。ね、500万入れてたとすればですよ、22,400 円取ったわけですから。ね。これがもう、正解ですよ。はい。グッドと。ね。もう今日はね、まあね、みんながね、上だ上だと、ロングだロングだと言われてた中、ショートで、ちゃんとね、ショボと。あと2票お願いします。取れれば、50万もっとあげれますってと。マジですか、ね、ケンケンさん。ケンケンさん、ちょっとあの、放送してくださいよ。僕に見本を見せてくださいよ。それ、尻馬、尻馬しますから。お願いしますよ。ねえ。ほら、ね。ほら。今日は224円のね、利益ということでね。
この資金でやるなら冒険しないと。そうでしょ。いや、それはね、あれですよ。1000名超えたらね。それやっていこうと思いますよ、もちろん。コースかと。コースが、ね、せめて 0.1 でよろしくお願いしますと。みんなで本家応援しようと。本家のミラーではなかったですよ。あ、純一さん。違います、違います。初見さんいるなら迷わず、高評価ボタンを押してください。これも、あれですよ、コメントで低評価って書いてるものは、僕は高評価とね、読み替えてコメントを読むことにしますからね。うん。初見さんいるなら、迷わず、高評価ボタンを押そう。溶かす、溶けるですか。溶かす、溶ける。あ、溶かすか、溶けるかですと。XM ギャンブルと、結局さ。それ両方とも負けてません、ね、そういうやつなんですか。そういうやつじゃないんじゃないですか。わかんないですけどね。うん、でもまあね、まあいいところで、今日のまとめをね、すると、今や、ね、5分足で矢印こうずり下がってはきてるんですよね。まあ1分足、皮は下がってきてると。5分足の皮は上がってると。まあここは、こう狙いの、ちょっとね、でこう下がるだろうと思ったのが、ここまで担ぎ上げられてのこう下がってきたところで、まあ一応、利確しましたけども。ただ、こういうラインで下がっていくのかなと。僕はまあ、まだまだね、下がり目線なんですよね。わかんないですけどね。はい。まだ下がってきましたね。さっきよりももうちょっと取れたな、というところですね。時給70円ぐらいと。ああ、もう本当だ。27人いてボタンの総数が26だから、拮抗してんなと。ああ、これじゃあいいやと思ってる人もいて、ね。多分低評価を押した人も、それはね、面白で押してると思うんで、そのね、視聴者の満足度は結構高いんじゃないかなと。福田先生の考察はどうでもよいので、楽しく。で行きましょうと。グッと。じゃあ本家が始めたらそのミラーで稼ぐって企画でいいんじゃないですかと。ただ本家さんね、超ハマってるでしょ。本家さんもね、こうハマりが多くなってるなと。まあ最終的にはね、まあ取るんでしょうけどね。そう。面白はないぞと、これはマジと。へぇ。僕的にはね、結構ね、面白い。これが面白いんですよ。だからね、今年の損益額もちょっと減りましたよね、今日はね。うん、そういうことです。これ成長してるのかと。成長はね、まあしてるはいると思うんですよね。まあ、その、成長、ね、著しいかっていうと、まだそうじゃないですよね。これからですよね。これから成長していくものだと思ってます。はい。対局後の反省が大事だよと。藤井くんと。藤井くんは誰なのかよくわからないですけど、まあ、まあそういうことですかね。藤井、あれか。ね、天才棋士だ、若い。ね、うん、今何段なんですか ?4 段ぐらいなんですか、ね、?5 段ぐらいになってるんですかね。あ、藤井聡太ね。はい、そうですね、はい。みんなが悪意と不快感を持って低評価ボタンを押していると。だいたいね、でもね、本当に嫌いだったら見に来ないんですよ。ね、だからそんな中ですよ、このね、世の中には。ね、こんなにも、
応援してくれる人たちがいるのかなと、ね、もう感動してますよ。それはミラーハイエナで稼ぐという企画でも良いんじゃないでしょうかと、うん、そうなんですけどね、それも割とね評判悪いんですよ。でもハイエナもねやるんですよ、やるんですけどみんな嫌がるんですよ。負けたら源に苦情を入れるまでセットでと。もうそれダメでしょ、完全にもう頭おかしい人になるじゃないですか、ね、7段なんだ藤井聡太くん、すげえな。損切りラインは決めた方がいいと、うん、もうあの知り合いにあれですよ、あのプロ棋士いますけど ね、その人はね、5段だったと思うんですよね。もうそれより上なんですね。すげえな。うん。やっぱ、でも、プロ棋士にはもう全然歯が立たないですよね、将棋士でもね。飛車角、飛車角やり抜きなら勝てるかなって感じ。それくらいのレベルですね。5段だとね、相手がね。損切りラインは決めた方がいい。そうですね、みんな恋じゃないぞと、好奇心だぞと。いや、好奇心でもいいんですよ。ね。何でもいいんですよ。うん。本家が調子悪い。何か原因があるのかな。心配事でもと。かもしれないですね。うん。本当はもう、どうするのかという話で、ね。昨日話し合ったのかもしれないですよね。うん。こうなってるぞと。さあ、どうするんだと。ね、本件に所見ですって書いたら速攻受けされますからね。うん、で、まあ、結果、まあ、通常通りやると、まあ、どれくらいやるかってことですよね。例えばですね、一般的な、そういう、ね、タイトルといろいろ大変の意味を教えてと、いろいろ大変なのは、まあ今月というかね、僕のこの収益がマイナス35万ぐらいですよね。これが、まあ、まず一個大変。で、昨日の夜検証してた、教えていただいた、もう一歩さんって方が教えてくれた、一歩さんルールでやったのが、まあ、損切り、しなきゃいけないというのが、まあ、2回続きましてですね。まあ、それがちょっと大変と。で、昨日は、本当は昨日の損益は今、マイナス98円なんですが、それがね、いくらぐらいだったかな、昨日は133円、うん、買ってたところからその、検証したと。で、昨日のその損益がマイナスになってしまったと。これがまあ大変という感じですかね。うん、これは鳴りを潜めてるからコメントしても大丈夫だよと。大丈夫じゃないです。しかしながら600人近く見てるでと。本家も奥沢さん並みに低評価と。そうなんだ。で、いつも来てる人いるんですかね。あ、来てる。ああ。二刀流さんってね、本家さん、いつもいますよね。うん、コンビニくじの方が稼げると。本当だ。本当だ。コンビニくじ、ファミマがね、なんかやってたんですよ。あれ、引き換えて、券。そのまま引き換えてないですね。うん。そっか。やっぱりクソトレーダーは低評価多しと。まあね、それはしょうがないかなと思いますけどね。うん。なぜしょうがないかっていうと、まあね、煽る人がいるじゃないですか。ね。
煽る人はね、やっぱ置いといたらね、そりゃそうなっちゃうんですよね。仕方ないっすね。そうそう。何の話でしたっけ？ああ、そっかそっか。で、昨日あたり、そのね、配信しないで、いろいろ、対策を練ったと思うんですよね。ただ、その、まあ、これは一般論ですね。一般論としては、そういう、事件的なものをですね、即、その、警察が、捜査したとしてもですよね。警察に、依頼しました。で警察が動き始めました。捕まえますみたいなになるまで、やっぱり証拠をね、固めるんですよね、警察はね。で証拠固めに、だいたい、早くても2、3ヶ月はかかるんですよね。その辺を見越して、その警察が捜査を始めて2、3ヶ月は、動けるというふうに判断するような、世の中にはグループもいたりいなかったりですよね、うん、まあ、そういうことなのかなとも思わなくもなかったりですよね、本件内定中なのかと。いやいや、だからそれもないかもしれないですよ。だから結局、警察が動くってことは被害者がいなければ警察は動きませんからね。で、その、まあ一応の見込み的なもんですよね。構成要件に、が満たされてるかどうかってことですよね。うん、で、そこを判断して、じゃあこれ、立件していくのかしていかないのかっていう判断をするんですけど、こういう系はあれ二課ですかね。うん、さっきのポジはさっきのポジはあのプラテンして切りました。はいはい。よしさん。今ファンは500円くじやったと。あ、500円くじでしたっけ。向こうが刺客を送る方が早いやんと。ああ。刺客を送るのかって言ったらね、そういうところはね、あんまり、その、送らないんですよ。基本ね。福田さんなぜ詳しい？それが怪しいと。僕は、そういう系はちょっと詳しいですよ。そういう系にね、なんかね、遭遇することが多いので、タバコ買うと。だけでも引けたと。ワンポジで終了と。さっきのは、ポジ的には2ポジ取りましたね。4と、あ、4じゃないですね。0.02 と 0.04 って取りましたね。それは何度も豚箱に入ってれば詳しいに決まって。僕が前科1個もないですよ、もちろん。だからどっちかっていうと、その捜査に協力する側になることが多いのでね。ね、だその辺は、いろいろ詳しくね。詳しくというか、一般の人よりは多少詳しいですよね。うん、でそういう相談を受けることも、まあ、ね、昔はよくありましたからね。で、一緒になって警察署に行きですよね。そういうこともありましたよね。22円販売機の下に平田さん。だからそれ違うし、吉さん。ね。それは、いっちいやつじゃないですか。そういうことですよね。だから、この状況でも、まあ、最低1ヶ月、2ヶ月ぐらいは、やっててもおかしくない。ただこういう系をですね、ちゃんと、立件できるのかっつったら、なかなかね、それ難しいですね、やっぱりね。前って言われると前科を想像する。だからね、そういう、その前が前科だとか、ね、弁当があるとかね、そういうことをね、
すぐ何かに結びつけて考えるのはね、ゆきさんがそういう方面に変な興味を持ってるからですよ。ん当時は何番だったら言ってみろと。ね。ね、番号で呼ばれるわけですよ。ね、普通、うん、自社会からですよね。そういうとこ連れてかれるとですよね。ゆきさんは何番だったのかな？僕は番号で呼ばれたことはないですけどね。あ、番号で呼ばれたことね、一回ありました、一回ありましたっていうかね、なので、婚活パーティーにね、行ったんですよ。人が足らないっていうあれで。で、行ったらね、ひどかったです、ひどかった。ね、来てる女の子はでも、ひどかったですよ。で、僕は14番だったんだよね。で、14番さんつって呼ばれてたんですけどね。急にそのことを今、サクッとね、思い出しました。ライブ中に踏み込まれてほしい。ああ、ね。そう、ライブ中に踏み込まれるっていう可能性はね、なくはないんですよね。それはね。うん、現場を、抑えるっていうかね。うん、いうことはある。一応ね、それを狙っていきますからね。捜査側はね。刑務作業の報奨金と変わらない利益と。刑務作業の方が多いんじゃないですか。こんなもんですかね。もうちょっとあるじゃないですかね。行ったことありますと。ケンケンさんは何に行ったんですか？その婚活パーティーですか？婚活パーティー。どっちですか？拘置所ですか？刑務所ですか？留置所ですか？どこ行ったんですか？検察庁ですか？なんか、結果僕いいとこで切ってません？ね、そのまま放置してますけど。だからこれ、ドラさんも助かる方向性に行くんじゃないですか？話、いきなりね、この辺で切ってるでしょ？こんだけ上がったわけですから。まあまあ、いいとこで切ってると。あ、思いますけどね。うん、まあまあ、そんな感じ、そんな感じでですね、今日も、もう11時回りましたからね。ね、このままずっと放送しても面白くないでしょ、ね、はあ、遊びで婚活行ったら真剣な人ばかりで募集やらなきゃいけない気持ちになりました。そう、ね。そうなんですよね。で、何の話してましたっけ？ああ、そう。で、一歩さん先日は、まあ、ちょっとね、まあ、時間がかかるのと、まあ、ちょっと2回連続、ちょっと僕のタイミングが悪かったのか。だから最初に、これ出た瞬間に行かないとダメなんですよね、多分ね。うん、ちょっと先日的には、ダメでした。申し訳ないです。はい。で、婚活はしょぼくれたおっさんなので誰も寄りつかなかったですと。長谷川さん。ねえ。で、なんか告白タイムとかあるんですよね。告白タイムね。で、もう、告白タイムとか言って、なんか昔のあのネルトン状態ですよね。こう女の子の前に行ってこう手を出して。で、大体、もう、そう、ね。いい子いなかったですよね。で、どうしようと思って、もうこれは、これ人がね、ちょっと待ったっていっぱい行ったところに行って、ね、尻馬に乗ってですよ、その時も。で、そこで尻馬に乗って、断られようと思って、まあ行って断られましたけどね。
男でスーパーのレジ時点でみんなドン引きでしょと。うんうん、いやいや、僕はあのスーパーのレジの人でも全然問題ないんですけどね。それは大丈夫ですけど、いつも僕行くコンビニのスタッフさんはもうみんな僕が行くと、ファンタジーでは拾ったタバコを吸ってることになってますけれども、まあ本当はマルボロ、ライトの、10ミリ吸ってますんで、今日は何個ですかって。ね。もうみんな声かけてくれる。みんなね、ニコニコした、いい子たちですよ。ね。うん、だから、中のコンビニの店員の女の子がですよ、ショートカットの可愛い子ちゃんがですよ。で、僕は行くと、これですねっつって、いつも僕のタバコをね、こうもう準備してくれてるんですよ。で、と。ね、こんなにお客さん多いのに、僕のタバコなんで覚えてくれてるのと。僕のこと好きなのかなと思って、ちょっとね、ね、おじさんはね、意識しちゃいましたけどね。まあ、そうでもなかったみたいですけどね。福沢第二章、今日も儲かってますかと。いや、儲かってないです。ネルトン・ベニクジラダン知ってる人はここに何人いるんだろうと。うん、いや、全員知ってんじゃないですか。ね、ジジイばっかりですよ、多分。そのタバコを一回床に落とわざと押されてるぞと。勘違いだよ、福沢さんと。勘違いですよね。いや、それはね、なんとなく分かりました。ああ、いやいや、もう今日はね、エントリーするとまた徹夜になるんで、もう今日はやめときますよ。11時もね、待ってますし。ね。こんな夜遅い時間やってもしょうがないじゃないですか。みんなは暇になるんでしょうけどね。うん、エントリー見たいんですか本当に。みんなエントリー見たくて来てるんですか、これ何のチャンネルだと思ってるんですか。え、福沢先生、その子誘われるの待ってますよと。ね。で、そういうのをね、そうかなと思ってね、全然違った時のですよ。ね。こっぱずかしさが半端ないじゃないですか。もうね、若い時はモテましたよ。ね、もうクソジジイですからね。モテる要素なんかないんですよね。理覚と損切り注文入れとけば生成は寝れますよと。うん、まあそうとも言えるんですけどね。どうなんですかね。クソポジ立ててレイシズムを発揮して、なんだこの独裁、ゲロ親父はと。いやいや、そんなことないです。皆さん高評価ボタンをね、ぜひですね。大丈夫。金つかませたら大概なんとかなりますと。ああ、ね。そうそうそう。それは言えてるんですよね。どんなクソじじいでもすっげえ金持ってれば、ね。相手の、まあ、良心的には OK ですよね。本人的にどうなのかと。言っとくけど、さっき一人高評価減ってるかなと。マジですか。おかしいな。おかしいぞ。これは何？放送しながらどうやって分かるんですか。みんなドラさんとかはこうね、一生懸命放送中に見に行ってますけど、どうすりゃ分かるんですか。うん、まあいいや。まあまあ、そう、これもどれもこれもみんなゆきさんがね、ゆきさんが番号で呼ばれたどうこうっていう話を振ったからこんなことになってるわけじゃないですかね。どういうことなんですか。高評価減ったのはゆきさんのせいなんじゃないんですか。違うんですか。もういいです、いいです。今日もあれですよ、アーカイブ残りませんからね、当然ね、こんなのね、残してたらえらいことになりますからね。早く1000人行きますよと、間違ってスパチャする人いるかもですからと、残せよと、残すわけないじゃないですか、危ないでしょ、こんなの。
ダメダメ。これは無理ですね。まあそこの部分は、あのね、編集して、もうあれ終わってるんだから。あの取引終わってるんだからね。終わった後の会話ですから。まあそういうことですね。ん？あと一人で20人。いやいやいや。ダメダメ。そういうことですね。じゃあもう15分なんで終わりますか。ね。終わる気ですよ。じゃあ今日もね、終わる気ですよ、終わる気、ね。たくさんの方来ていただきましてありがとうございます。今日もね、爆撃でしたよ。大きく勝つことができました。しこねってなんですか、しこね。今度から録画して親チャンネルで配信したると。これダメでしょ。いやいや、もう終わる前に、はい、もう低評価を押される前にですね、終わりましょうね。はい。じゃあ今日もありがとうございました。皆さん、どうも最後までお付き合いいただいた方、途中来ていただいた方も、ありがとうございました。はい、また明日もですね、この熱い戦いを、ね、繰り広げたいと思います。はい。もうお風呂入って、ほら。はい、もうおしまいです。はい。チンコ言うなよ。チンコ言うなよ。